どうも皆さん、イノジェンです。バイオハザード RE3 もうほとんど、なんだろう、終盤かな。そろそろ RE3 も終盤か。あれ、あ、こっちか。なんか放送が、待て、お前生きてるのか。いや、ダメージが通らんわ。ここ最後じゃない？危ね。マグナムは取っちゃう。なんでお前生きてんの？もう死んだ。さすがに。え、ちょっと待って。さすがに死んだか。なんか手が動いてるけど、生きてんだろお前。あ、やばい、やめろお前。ダメージが通らんのか。やった、死んだ。死んだか。死んだな。こいつやりやがったな。強化火薬、強化、待て、お前、いや、ダメージ通らんわ。もうこれぐらいしかないのか。まあ大体ダメージが通らないやつは生きれないってことか。あ、こっちか。ん？いや、いけないぞ。どっちから行くんだ。待って、コンピューターを取るとかある？もしかして、もしかして、あ、あるわ。これは何？あぶねえ。これをフラッシュメモリー、これを取っとかないとダメだった。そっか、強化火薬2つ組み合わせることによってマグマムの弾ができるんだな。まあ、向こうはちょっと行き止まりだから下か。こいつらとか復活しないよな。フラッシュメモリー装着。オーバーライドしました。危なっ。なんだ？よし、死んだか。待って、いるか。いる？どこいる？いる。あ、いい、なんで？うそだろ。ん？待って。まだいるというのか。ちょっと動きを止めて。あれ、硬いな。全然死なねえのか。ここら辺とかはなんかある。ショットガンの弾と何か拾った。待って、ちょっと上見に行きたいから先に上行くわ。こいつらは全員織田仏だから。待って、なんか音がする。まさか中にいるというのか。これ、あ、これを取ればよかったのか。先にこれ取って正解だわ。これワクチンを作るのに使えそう。はい、決勝。ここはハンドガン。あ、これだけか。これだけしかないのか。他、待って、なんかテイルヒットがいるんだけど。お前、
一発ぐらい弾を撃てばなんか動きが遅くなってその隙に顔面にショットガンを食らわせるっていう戦法の方がちょっといいかもな。ここを、あ、なんかいる。確か帰り動いたりしなかったっけ。確か、あったわ。これきっとこれが動力。来てんのお前。よし、ショットガンにかかればもう救急スプレーだ。救急スプレーがあるんだ。あ、長押しか。長押しだったわ。これがもう動力源になっているのか。この動力源でこの先なんだっけ。あ、こっちか。指紋。あ、タイラントじゃねえこれ。こっちがハンターか。そうでしょ。割れないんだ。あいつらここで生み出されてる。ここで生み出されているようだな。なんか拾った。別、待って、これなんか心臓。これを壊せば奴らが出てこないとかある。上か、上なんだっけ。確か帰りに出てくるんだよね。確かハンターが。ちょっとハンドガンの弾いらないからこれは作っといて、まだちょっとの飲むか。飲むっていうか食べる。出てきたりする。ここ置いて。どけ。いてててて、なんで。ちょっと、あいつヘイルヘッド、ヘイルテッドだ。あー、やめて、くっつかないでくれ。ここなんだっけ。よし、さすがにショットガンをぶちかませばいっぱいあるな、これ。ここなんだっけ。ほか、あれ、なんだこれ。これ、あ、そっか、多分これ組み合わせるのか。使われるやつで、2つで組み合わせる。びっくりした。お前、俺が油断するときになんてことしてくれるんだよ。やってくれるな。さあ、心臓が破壊されちまうわ、ゾンビたちに。帰りは気をつけた方がいいかも。出てくるぞ絶対。寒そうだけどね。あ、来た来た。よしよしよし、ショットガンがあれば。あ、なるほど、2人2体ハンターを倒せばこいつ別に復活したりはしないんだ。これでいけるでしょう。ワクチンの生成を始めます。生成を始める。まずこれを入れます。不正な薬剤を検出しました。あれ、薬剤か、それとも手順を間違えた。こうか。不正な薬剤を検出しました。不正な薬剤、あ、そっかそっか、組み合わせられるんだ。忘れてたわ、組み合わせられるが可能。お、
よく覚えてるもんだね、やっぱ。一発成功だ。ワクチンを生成しています。ワクチン、ワクチン生成中。青いな。生成が完了しました。専用シリンダーを取り出してください。これ、確か、私が打ったワクチンじゃない？打たれたワクチン。いやー、紫色だ。いい色してる。あうわ、まさか上からネメシス。あ、ナイフで。いや、痛そう。それ絶対痛いでしょ。上から来たりしてる、もしかしてネメシスが。いや、ただ、あ、ここに繋がってるのか。ただ落とされただけやったわ。で、ここでいよいよ終盤か。もうすぐで終盤に近いけどね。よし、いけるぞ。なんでお前先回りしてんの、こいつ。あ、そこだ。頭をね、頭を使わないとダメってことよ。やっぱ人間は頭を使っていかないと。よしよし、引き、やめやめやめろ、引きずり込まれるわ。危ない危ない危ない。よし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 。まあボス、確か次がボス戦か。まあ時間がちょうどいいんで、今回はここまでにしときましょうかな。ということで本日は、またな。